ゴール・サバティエは、フランス・カルカソンネ出身の科学者。1905年に理学部学部長となるまで、科学の教授として、講義を行っていた。1877年に高等師範学校を卒業し、1880年にはコレージュとフランスに移っている。異様と金属硫酸使用の熱化学の研究を行い、この業績によって博士号を得た。 トゥールーズに移ってからは硫化物、塩化物、クロム酸塩や銅化合物について研究を行った。また、窒素酸化物やニトロ素ジスルホン酸及びその塩の研究から分配係数と吸収スペクトルの基礎研究を行った。サバティエは水素化の工業利用を大いに容易にした。1897年、アメリカの科学者、ジェームズ・ボイスの生科学の成果に基づき、 サバティエは触媒として、微量のニッケルを使うと、アルケン等の炭素化合物の分子に容易に水素を付加できることを発見した。これによって、魚油などを固形の効果油にすることが可能となった。サバティエの業績でも最も知られているのが2、酸化炭素と水素を反応させて、メタンを得る、サバティエ反応とらカタライズ EN チミエオーガニーク、などの著作である。 微細な金属粒子を用いる有機化合物の水素化法の開発によって1912年にビクトル・グリニアールと共にノーベル化学賞を受賞している。1918年に王立協会外国人会員選出。トゥールーズにて死去。生涯に4度を結婚している。トゥールーズ第3大学はポール・サバティエの名を冠している。また、サバティエは数学者。 トーマス・スティルチェスと共にアナール・デラ・ファカルト、デ・サイエンシズ・デ・トゥールーズという学術史を創刊した。弟子には、久保田弁之助1885年1961年、平田・義政の誌がいる。ありがとうございます。